その食べ方は太ります。太らない食べ方をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、そんなに食べてもないのになぜ太ってしまうのか、その原因と対策がわかります。そのことであなたは美味しく食べながら痩せることができるんですよ。3つのポイントでお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。太らない食べ方のポイント1つ目はよく噛むことなんですね。結局早食いの方は太ってしまうんです。その原因があります。なぜかと言いますと、こちらレプチンという物質が早く食べてしまうと出る前に食べ終わってしまう、結果食欲が止まらないんですよね。だいたい食べ始めてから 2,30 分経たないとこのレプチンが、ね、出てくれないんですよ。そうするとその食欲を抑制してくれたり代謝をアップさせてくれる働きがある物質がその届かないわけですから、もうこれはですね、もうどんどん食べ過ぎてしまうということになるんですね。なのでポイントはゆっくりとよく噛むということなんです。例えば私もですね、だいたい頑張ってですね、硬いものとかは玄米とかはですね、100回噛むように頑張ってるんですよ。で最低でも50から60回を噛むように心がけています。そうすると今まで食べていた量のですね、だいたいもう半分ぐらい経つともうお腹いっぱいになるんです。それはなぜかというと満腹中枢が刺激されてしっかりレプチンが働いてくれるので、もうこれ以上食べなくてもいいなっていうですね、信号がやっぱりちゃんと送られるからなんですね。なのでポイントはゆっくりよく噛む、最低50から60回、硬いものや消化が時間かかるものは100回噛んでみてくださいね。それではポイント2つ目です。間食をしないなんですね。間食というのはそんなに量を食べてなくても確実に太ります。その理由があります。インスリンです。こちらのホルモンは別名デブホルモンと言われるホルモンがですね、食べるたんびに確実に出てしまうからなんですね。例えばこのインスリンが出やすい食べ物ってやっぱりあるんですよ。こう甘いお菓子とか、菓子パンとかパスタとか、小麦系とかですね、そういったのはやっぱりいっぱい出てしまうんですが、たとえお野菜であっても、もう微量なりともインスリンというのは必ず出ます。飴1個でもガム1個でも出ます。毎回出ます。そうするとどうなるかというとですね、あなたが1日かけてそんなに量を食べていないとしても、何回も口に運んでいらっしゃったとしたら、例えばお料理の時にこう味見で食べる、お料理中終わってもその食事で食べる、例えばご家族が残したものを食後に食べるとか、そういった食べ方をしてしまうと、どんどん体に脂肪を溜め込むホルモンがですね、そのたんびに出るわけなんです。そうすれば確実に脂肪がたまる。しかもこのインスリンですね、わざわざお腹周りに脂肪をため込むんですよ。なのでお腹だけポッコリ出てきたとか、お腹周りのお肉だけ気になるという方は、もしかしたらダラダラ食べている可能性があるんですよ。なのでポイントはもうまとめてですね、1日1、2、3回、朝昼晩だったら3回だけ食べる、もしくは朝晩とか2回だけ、回数が減れば減るほどインスリンを出さない機会が減るわけですから、脂肪を溜め込まずに済むんです。なので私がよく、プチ断食といってですね、こう晩ご飯お休みしましょうっていうのも、こういったインスリンを出さない効果もありますから痩せることができるんですよ。このプチ断食等々ご興味ある方は、また別動画でもファスティングという形でお伝えしておりますので、ご参考にされてみてくださいね。なのでポイントは間食をしないということなんです。では最後ポイント3つ目です。それは食べる順番です。その理由はですね、食べる順番を間違ってしまうと確実に太るからなんですよ。では具体的にどのように食べればよいのかお話ししていきますね。まずはステップ5つあるんですけれども、ステップ1はお茶やお水から飲んでくださいということ。いきなりご飯類を食べないということですね。これには理由があるんです。しっかりと食べる前にお茶やお水をコップ1杯召し上がっていただくと、胃がですね、水分で膨らみますね。そうすると食欲をこう高めてしまうホルモンの分泌を抑えることができるので、食べ過ぎ防止になるんです。では次に2つ目です。
汁物から召し上がってください。例えばお茶を飲んだ後はお味噌汁からとかスープからですよね。そうすることでもしっかりとここで胃に水分が入るわけです。そして次にお野菜です。お野菜類というのは糖質がもうとても低いですし、血糖値を急上昇させませんから、ここでしっかりお野菜でお腹を満たしてあげること、そうすることで満腹中枢がですね刺激されて、もう多分この時点でも結構お腹いっぱいになることができるんですよ。そして次、タンパク質を摂ってください。メインディッシュですよね。お肉だったりお魚だったり、ヘルシーな方はお豆腐の場合もあると思うんですけれども、こういったタンパク質を4番目に召し上がってくださいね。でここでもよくよく噛むことです。もう100回ぐらい噛んでいただきたいと思います。そして一番最後が太る元の糖質です。炭水化物系ですね。ご飯だったり麺類だったりです。でもここまで来た段階でもうかなりお腹いっぱいになってるはずです。よく噛んで食後に30分経てばこのレプチンも出てますから、しかもそのよく噛むことでですね満腹中枢が刺激されます。なのでもうほぼほぼご飯はもうそんなに入らないなっていう状態にご自分で持っていくことができます。なのでご飯や麺類などの炭水化物はもう一番最後に、しかも量は半分とかですね、大土地の方はもうとにかく少なめ、もしくはもう外してもいいと思います。夜なら、夜でしたらもう炭水化物は取ることはそんなにもう活動するお時間帯ではないので取らなくても OK だと思います。さあまとめますと、太らない食べ方というのはとにかくよく噛むこと、そして間食をしないこと、そして食べる順番を気をつけることでしたね。この項目を一つずつあなたが取り組まれると確実に痩せることができるんですよ。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、腸活法、ダイエット法をあなたにお伝えしているんですね。そのことであなたが継続的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきましても、どんどんご参加ください。また私のこういったお話に対してご質問がある方は、先生このお話こういうことしてみたけどどうですかとかですね、このお茶はいいんですかとか、いろいろご質問あるんですね。その時は詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、皆様そちらをご登録後直接私にご質問されていらっしゃいます。あなたもご必要でしたら遠慮なくおっしゃってください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。